フリーレンが絶対言わなそうなこと。フリーレン、ハッピー、その宝箱はミミックだよ。私の魔法使いとしての経験だ。そう告げている。フェルン、時間は有限なんだ。大切な人に思いを伝えるなら早い方がいいよ。この魔法はさすがに使い道がなさすぎるし、いらないかな。キンメル、あなたのことが好き。アウラ、試合しろ。魔法でバフかけて物理で殴る。これが一番楽だし強いんだよね。キンメルもハイターももう死んでるじゃない。もっと長生きしたいな。ウセロ、いつか魔族と人は手を取り合えると私は信じているよ。フーリフリフリ、元ヒンメルの仲間の値がこの溢れる魔力で世界を支配してやる。レーン、フリーレン、人間食べる。一級試験に合格して丸々の魔法が欲しかったな。旅飽きちゃったから、フェルンとシュタルクを殺してまた森で一人で暮らそうかな。カップヌードル食べたい。キンメル、結婚してほしい。ヒンメルが私に惚れていたことは魔王討伐の旅の中で気がついていたんだよ。気がついていたけれど、ほら、種族の壁とかあるでしょ。私はエルフだし、ヒンメルは人間だし。我は古より定めを背負いし氷岩の妖精、ビアーディゴン。この現世に落とされし現在の奈落、タイフェルを隔離をいざないし者なり。魔法使いが一番偉いんだよ。だから魔法使いが世界を支配するべきなんだ。私があの世に送ってやる。この早々の名に誓って。魔法は私の拒んでる他人から盗むのが一番楽しいんだよ。つまらない旅だった。人とか魔族とか関係なく、心があるのだから話し合えばわかるはずよ。やば、クヴァールの封印が解けるの今日だった。これだから無名の大魔族との戦いはやめられない。ヒンメルはもういないじゃない。ヒンメルなんて大嫌い。これは血、子をでかくする魔法。これは胸をでかくする魔法。花畑を出す魔法なんて何の役にも立たないじゃん。ヒンメルはいい男だったよ。こっちは正規のルートっぽいから、このまま進むよ。私たちには言葉があるんだから和解しよう。アオラ、私はもっと魔族をしようと思う。すぐに死ぬ人間の気持ちなんて想像できないし、したくもないね。若さの秘訣かい。お前の髪スイカみたいなにホヒがするんだよ。ヒンメルにはこうしてほしかった。ベイブレードって何が面白いの。このフランベの魔導書は本物だね。てめえ、お兄さんのことを思うとムラムラします。ヒンメル、君が好きだ。言うわけないだろう、そんなことを。僕のフリーレンが